どうも、はやばたです。今日も少しだけマイクラフトをしていこうと思います。今日はですね、前回ここの家を作ったんですが、こっちのちょっと高いところにですね、ここのスペース、ここにも家を作ろうかなと、何かを作ろうかなと思うので、ここのちょっと邪魔な、今日はここの邪魔な、石をちょっと削って整地したいと思います。ちょっと削っていきましょう。確か僕の記憶ではここら辺ですね。そこか、そこならいいか。鉄があるね。鉄の原石はシルクタッチで取っておきたい。こうやって注意しながらちょっと掘っていきますよ。注意しながら掘っていって一応何もない。原石あったわ。原石あったけど、まあ掘っても問題はないんです。どうしようかな。原石、あ、スケルトンとかするってことはもう湧き始めてもおかしくないってことな。よし、夜なので、夜です。よし、そしてホリホリに入りましょう。あの土の原石あるんですかね。なんかさ、ゾンビの声がするんですよね。削って削って、塞いときましょう。砂、土で何かないと落ち込む。至る所に穴があるから、いきなり降ってこられても困るからね。ワープだったら軸移動してるよねって。ああ、近くにいるね。は？何食らった？
謎のダメージを食らっていた。おなんだけどすごいこの山、エメラルド出てくるな。山掘ってるからか。もしかしたら深層エメラルドこの山あるんじゃないのか。そんな簡単には見つからないか。ついでに丸石もいっぱいになった。まあレアなんで気力たちで放っとくか。よし、よし、こんなもんかな。今日は何を建てるかですかね。ということで、石の山がなくなりましたね。今日はこの辺で終わりたいと思います。整地も完了。はい、次は何が建つのでしょうか。それでは次の動画をお楽しみください。それでは。